ベーシストのケイスケです。今日もピックビキのエコノミーピッキング第2弾に行きたいと思います。前回はギャロップのベースラインをやっていきましたが、今回は左手のテクニックも一緒に練習してレベルアップしていきたいと思います。それでは頑張っていきましょう。はい、それではフレーの1番、簡単なパターンからやっていきたいと思います。まずは2番線10フレットと1番線12フレットを押さえます。で、このフレーのようにダウン、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ。で、これやる場合は OK のサインでここにチョップをしてミュートをしてしっかり、ちょっと初め強めの方、ミュートの方がいいかもしれない。あんまりミュートしてないとちょっとね、分かりにくいと思うので、音の切れ方がちょっとミュート少しかけ気味にして、でポイントはこれピックがつるっとこうドゥルッつるっといっちゃうと思うんで、初めしっかり弾いて、しっかり音が止まっていくような感じで練習するといいと思います。はい、そしたら次の譜面ここ出しますね。今度は先ほどと同じ技術なんですけど、左手のエクササイズが入ってくると思ってください。で、より今さっきだと2つの音だけなので、ちょっと途中で3連符なのかどうかが分からなくなりがちなんですけど、これ今回は3つの音を3連符で弾くので、比較的音の分離のさせ方が分かりやすいと思います。左手ちょっと映ってますけど、まあ、リラックスをして、僕ね結構こういうハイポジションの1弦あたり弾く場合はね、親指かけてるぐらいちょっとリラックスして、こういう風に立ててるんじゃないんですね。こうリラックスで横に寝してます。まあ、ちょっと今日は左手のテクニックのことを深く突っ込むようなレッスンじゃないので、この辺にしときますけど、一応手は映ってますのでね、参考にしてくださいね。まあ、このように3連符で3つの音がタイミングがきちっと合うには、先ほども言ったようにミュートをやっぱりちょっとかけた方がいいと思います。これかけないとちょっとよく分かんなくなるんですよ。こう何がなってるのかなみたいな感じになるので、ちゃんとで、ピックなんです。これ実はこのテクニックで肝になってるのがピック、角度分かりますかね。これあんまりこういう風に立てると、立てるすぎるとちょっと引っかかりが強くなりすぎて、ちょっと結構難しいんです。僕ね、これぐらい結構寝てます。こういう風に、これポイントかな、わかるかな、こう結構寝てで上げるみたいな。ちょっと角度よく分かってくれたと思うんですけど、結構肝です、この角度は。これいろいろ試してほしいんですね。で、僕のベースってこれフィンガーランプっていうのがついてるので、実はピック弾きにもめちゃくちゃ有効なんですね。最近では欧米のギタリスト、カントリーギタリストとかいろんな人が実はこのランプっていうのをギターにつけ始めたんですね。ピッキングの時にピックが必要以上に深く入り込まないということで、このベースのフィンガーランプというのはギターの世界の方にもこう影響を及ぼしてきてるみたいなんですね。僕はもうだいぶ昔からこういうやり方をしてて、もちろんジャズベースとかプレジションのフィンガーランプがないものでもこの奏法することはできます。ただあった方が、そうだな、かなりかなりかなり楽になりますから、もうあまりねテクニックのことを深く考えて弾きたくない場合は、もう潔くランプがついたベースでピックを弾いてます。まあこの辺は参考にしてください。さて、今度は先ほどの練習の拡張版という形になると思うんですけど、こちらにね譜面出してますので見てほしいんですが、今度は
弾いてみますね。わかりますか？中指がこれ、こういうふうに制覇してる、制覇だと思います。間違ってたら後で補足入れますけど、制覇って言ってこう指をで、こういうふうにこう押さえるのを制覇って言うんですけど、これで人差し指小指で、このエコノミーっていうのを今までね2本弦でやってたじゃないですか。この練習では3本いくんですよ。こうこれもねミュートしてないとちょっと分かりにくいじゃないですか。しっかりミュートをかけて音を切れる、切れる、ちゃんとね音を切る、すいません。で最後はここはちょっと難しいと思うんですけど、アップで上げるんですね、こういうふうに。でこれね結構ゆっくりでまず練習はするんだけど、ちょっとずつ上げるっていうよりもこうちょっと勢いというかリズム感みたいなもので、もうノリでね少し行った方がいい場合あります。こうもうこれねやり続けるしかないと思うので、勢いである程度やっちゃってください、この辺はね。はいはい、今日はエコノミーピッキングの練習をしてるんですが、これまでのフレーっていうのをねまずしっかりやってほしいんですよ。で今日最後にちょっと見せるものは別にできなくてもいいです。でこれゆっくり教えて、僕今から早くも弾いてみますけど、ゆっくり弾くのと早く弾くのってちょっとね、こういう技術は正確に綺麗にっていうよりは勢いの部分もあるんで、ちょっとね先生最後譜面と違うじゃないですかってなるかもしれないですよ。でもちょっとその辺見といてください。じゃあフレーちょっとねこう出してみますけど、これいわゆるスイープっていうテクニックなんですね。はい、一般的にエコノミーっていうのは経済的に動くっていうことでダウンダウンアップとかそういうことなんですけど、スイープっていう場合もあるんですね。スイープって何かというと、英語ではスイープは吐く、ほうきで吐く、こうシュッシュッってこう分かるね、吐いていく動作をスイープっていうんですけど、ベースの場合だとこうこういうふうに、ちょっと音出してみよう、こう弦の上をほうきで吐いてるみたいにこう、これをスイープっていうんです。でこのスイープピッキングに最後はなるんですね、エコノミーピッキングっていうのがね。でちょっとこのフレーズ通りやってみますけど、で今こうはダウンでそのままハンマリングをして制覇をして、これダウンだけです。わかります？ちょっとミュートもかけてますけど、ミュートかけない場合もあります。これちょっと早くなったら先生ちゃうじゃん途中とかなってるかもしれないよ。でもまあコンセプトとしてはこういう風になってます。で帰りはダウンでやった後はもうアップだけなんですよね。こういうとこね、これエコノミーですよ。でこれをつなげていくとちょっとミュートせずにやりますけど、ね、もうね先生ももう早く弾いてると、あまりこの譜面の通り弾こうってイメージでやってないんで、ちょっとデモンストレーションするときにかえって難しいんですけど、普段こんな風に考えて譜面通り弾こうってやってないんですよ。なのでももう生き方もね様々だし、こんなフレー通りをずっと繰り返してるわけじゃないんで、まあいろんなところをこう
まあちょっと今適当に弾きすぎなんだけど、スイープは今度ねまたちゃんとやろうと思うんですけど、エコノミーっていうのを前回からやってますけど、必ずしも全てオルタネートで弾くわけではなくて、こうエコノミーっていう風に弾く早い場合います。今日はハイポジションを多くやってますけど、当然低い場所でも同じですよ。どこでもできるように、まあこれができるようになるとピッキングでちょっとね難しいなと思うようなフレーズがエコノミーを使うと結構簡単に弾ける場があります。ちょっと最後の辺は飛躍しすぎてますので、ちょっとご勘弁いただきたいんですけど、ぜひねゆっくりと初めの方のあのフレーをねできるだけちゃんとやった方がいいと思います。それではまた次回も楽しみにしてほしいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねお願いします。ありがとうございました。